実はですね、某喫茶店なんですけど、昨日ですね、こちらの喫茶店の方でですね、削除したファイルがですね、まだ残っています。別に喫茶店だからというわけではないんですけど、私はですね、いつもこのような電磁波被害をですね、受けております。で、今もちょっと変な、Wi-Fi のですね、珍しい番号が今表示されてますね。ちょっとすみません、失礼します。で、今は、このファイルをですね、実は消したんですけど、何度消してもですね、エラーになりません。本来ではですね、ファイルが見つからないとかですね、表示されるはずなんですよ。で、それがですね、表示されません。でですね、ちょっとファインダーで、検索したいと思います。で、実はもう今も邪魔されてます。喋るのです。これは V2K なんです。で、先ほどですね、検索した時にはファイルがありました。あるみたいですね。ちょっと分かんないんで、もう一回やりますか、これ。で、変なところが選択されてますよ。これ、とてもですね、彼らの工作なんです。毎回こういうふうにですね、妨害していきます、私に。あるみたいですね、まだ。このパスが全く違うところに行ってますね。これですね、昨日見つからなかったんです。これですね、わざとですね、インポートしてますね、そっちに。彼らが。昨日ですね、この状況はですね、まずありえませんでした。私はですね、これ検索してですね、その結果ですね、リスト化して削除をしています。それがですね、こちらの、ファイルになります。ちょっと見づらいんですけど、わざとですね、レンジャー盗聴されているからですね、少しでもですね、わざと見づらくしています。この画面でですね、多分映らないと思います。電磁波盗聴されているからといってですね、画面の色を変えてもですね、無意味なんです。実はマイクロコードをですね、すべて持っていきます。つまりですね、画面に表示される時のコードをですね、すべてキャプチャーして、それをですね、前方のコンピューターで解析します。瞬時に。それも今もこのように邪魔されてます。瞬時に。で、このタイミングでですね、周りがうるさくなります。わかりますかね。これ V2K 操縦なんて全部で、エルだとですね、わざわざ音を送ってきます。容量がないからですね、ファイルの整理をしてたんですよ。これでもう、3日間ですね、何もできてません。彼らのですね、証拠だらけで、私はですね、見てください、ここ。なんか容量がちょっと増えたり減ったりしてますけど、映ってればいいんですけど、今はですね、残りがもう82ぐらいしかないです。82MB、今もちょっと邪魔されてます。わかりますかね。私がこうどもっているのは、すべて彼らが妨害してますし、変な言葉になっているのは彼らが妨害しています。すべて V2K なんです。今も言えません。82MB というの言葉は言えなくなっています。わかりますか。こういう感じなんですよ。私はわざと発音しているわけではないです。 これをですね、毎日私はですね、1秒単位以下で妨害されています。ずっと一日中ですね、脳が痛いです。こういう重要な場面でですね、周りはうるさくなります。で、昨日ですね、なかったんです、ここ。はっきり言って、 iPhone ですね、なんかインポートされてます。今もインプットって言わされそうになりました。インポートです、普通に考えて。こんな感じですね、やつらがですね、勝手に操縦します。昨日見つからなかったファイルがですね、見つかってます。つまりやつらが、転送してるんです、ファイルをまた。そして、送ってきてるんです。これ今も邪魔されてます。不必要なファイルというのを言えなくなってます。
わかります？こんな感じなんですよ。喋れなくできるんです。これを行っているのがですね、某 IT アウトソーシング企業、フランスの会社です。ここは喫茶店です。わかりますか？ちょっと動かすとわかると思います。この企業はですね、とても極悪です。フランス企業の IT アウトソーシング企業をですね、使うと、とんでもないことが起きます。くれぐれもあなたのですね、情報システムで、その会社を使わないことを、私は切に願います。また転職しないようにしましょう。とりあえず以上です。